はい、ありがとうございます。いや、初めてネイマール使うわ。はい、こんにちは、伊坂です。こんな感じでね、まあ、大量に選手を配布してくれるコナミさんはね、素敵ですね。で、またこちらのガチャですね、引いていきたいと思います。無料券なんで、前もこれ一応見たんですけど、やっぱりメッシがねズバ抜けてるなっていうところで、えぐいでしょ。強いよね、この辺は。だいぶチートスキルな感じがするな。はい、では引いていきたいと思います。まあ、前回ね、あのムバッペが来たんで、今回も連続で引いていきたいと思います。おー、来たんじゃない、来た。あー、金の来なかった。おー、一番右端じゃないか、なかなかの確率だな。はい、では、ヴィッセル神戸ですけども、 4-0 か、結構きつい、メンタル的にやられた試合でしたね。やっぱりね、いいチャンスは作ってたんですけど、結局最後のフィニッシュのところで、大迫のね、早い先制点も、あれもちょっと運が悪かったなっていう気もしますし、ちょっと後手後手になりすぎたっていう感じですね。全部ね、ファンアラーノとかね、いい守備だったし、ネトラビもすごく良かったと思うんですよね。で、ジェバリのね、ポストプレーがすごかった。やっぱりね、強い。体が強いっていうのが分かったね。だから、流れ的にはそんなに悪くなかったんで、ちょっと酒井豪徳がね、目立ってましたけど、斎藤瑞希でしょ。やっぱり斎藤瑞希が、格段すごかった。どこにでも顔出してたし、で、突破もしてたしね。いや、ボールダッシュと、まあ、斎藤瑞希の加入はかなり神戸にとってでかいんじゃないかなって思います。ハッセも良かったけどね。やっぱりこの斎藤瑞希でしょ。やっぱりね、得点、大崎もね、なんかちょっと大丈夫かなっていう感じではありましたけど、いやー、ちょっとね、まだまだ。ああ、川崎もいたんだな。井出くんも来たでしょう。やっぱり斎藤瑞希が一番光ってた試合かなっていう感じです。まあ、元ね、まあ、ガンバファンからしても、斎藤瑞希すごくね、昨シーズンは非常に助けられた選手でもあるので、そんなにね、悪く言うつもりもないですし、すごくリスペクトはしておりますので、もうなんならね、そんなにね、なんて言うんですか、その神戸の関西ダービーがどうのみたいな、阪神ダービーがどうとか、そんな別にね、地域で盛り上げていけば別にいいので、そんなに悪く言うことは私はないですけど、まあ、ただね、結果がおい、ちょっとガンバに、いい結果ではなかったなっていうところが残念ですね。いや、大迫もね、やっぱり、格の違いが出たなっていう感じがしました。やっぱすげえなと思ったわ。やっぱ経験積んでる選手は違うなって思う。まだ神戸も本調子ではないと思いますよ、実際のところ。まだ後半ね、もっと爆発するんじゃないかなっていう気がします。まあ、これはね、ガンバにも言えることなんで、まだ3試合ですし、まだ3月入ったとこなんでね、そんな悲観することはまだいいかなって思います。あと、パトリックおめでとう、よかったよ。なんかね、ああやって変わらずパフォーマンスしてくれるのは、チームが変わっても嬉しいかなって思います。はい、ではまたライブアップデートが更新されてますので、変えていこうかなって思うんですけど、ちょっと山見がね、まあ、D に落ちて、ファンアローノも D ですね。まあ、そこまでね、悪いことないかなって思うんですけど、それならちょっといい選手を入れようかなって思ったけど、これですよ。どうなっとるんやと。で、よく見るとね、やっぱり移籍した人たちの能力が高かったんだなってのがよくわかりますね。やっぱり惜しいよね。で、
まあ下を見ていくと、そうだな、福岡、藤原と黒川をね一応入れてるんですけど、このスピード90は生きるかなっていう感じではあるんですけど、どうかな、藤原入れるか、入れてみよう、入れてみて考えよう。でリヒトどうですか、グランダバス、この辺は能力高いですけどね、リヒトも入れてみるか。こっちの藤原の方がいい、バランスがいいか。こっちの藤原の方がいい気がする。ちょっとね、スピードの曲振りしすぎてる感じではある。やっぱこの辺ね、ドリブル70台は欲しい。そうだな、87でいいから、こっちの方がいいかな。でファンアラーノも変えようかな。変えたところで誰にしようかな。低い。奥野くんどうですか、じゃ試合出てみます。いや、リヒト行こうかな。福岡もな。あ、結構スピード80まで振ってんだな。そうなんよ、そこまでね、守備能力が高いわけじゃないんで、ちょっと微妙なところではあるんですけど、それだったらリヒト行っちゃおう。はい、ではこんな感じかな。東がね、やっぱ谷くんばっかり使っちゃってるんで、東のアップデートがされないんですよね。そろそろ4試合目にして東使ってほしいんですけどね。今日東かなって思ったんですけど、やっぱり谷くんの方がお気に入りなのかな、若い方が好きなのかな。もう4回目くらいやで、やっとまたディビジョン4に戻ることができましたので、また続きやっていきたいと思います。はい、お願いします。名古屋戦ですね。さあ頑張ろうぜ。決めろ。よし、まあラッキーなところではあったけど、まあ点が入りゃいいんですよ。うわ、決めろ。よし、いやー、この2点目はでかい。そしてこの2点を守りきれるかどうかや。よし、3点目はでかい。いや、あの位置はコントロールシュート打つよりもうインパクトの方が確率高いな。あ、ラッキー。いや、正直3点差なんてさ、普通に逆転されるからね、こうやって勝たしてくれるとラッキーやな。いや、なかなか初戦から勝ち点3取れたんでかいな。この調子でいきましょう。あ、動かんといて黒川、おったら取れたんや。逃げたなあいつ、なんで逃げたんやろ。完璧やったんやけどな、逃げたからスペースが空いちゃった。いや、ここね、プロが行ったら取れた。あー、走っちゃったね。なんであっちに走っちゃったんやろ。邪魔やねん、なんで目の前おったら、あ、私邪魔やな、避けようってならへんの。あー、やっと入った。あー、もういつものパターンやから怖いんよね。結局味方が邪魔なんよ、守備にしても攻撃にしても。
お、いいやん、抜けたよ。よし、逆転。ナイス、黒川。お、危ねえ。いやー、ここから狙ってくんのか、怖いな。うわー、ちょっとちゃうねんな、思ってるとこと。うわー、この流れは最悪。逆転負けの匂いプンプンや。もうこかしに来ないで。もうこかされたから負けんねんって。こかされへんかったらキープできるんやもん。こかすなよマジで。ここ、こかす。うん、ここよね。結局こかすからこうなんねん。いやー、やっぱりオンゴールの時点でこの結果は決まったよね。いやー、勝てんことないと思うんやけどね。また続きやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。